いいとこであったにゃ。今急いでるのよ、後にして。急いでるならまさに渡りに船、あんたたちに石板にゃ。なんで石板？はっ、まさかそれはレアボード。そう、遺跡で見つけたのにゃ。この石板は大昔にノル民族が作った地脈を滑る乗り物にゃんだけど、僕には使えないからあげるにゃ。ノル民族が作った、意外な上に不安だな。バカにするなでふ。ノル民族も時々はすごいんでふよ。レアボードはノル民族が名前を告げることで起動して大地を駆ける不思議なボードでふ。素早く移動できる上、弱いゴーマなら蹴散らせる。ほとんどまぐれでできたと言われる傑作なんでふから。ああ、なんかすまん。では、ビエンフーがいればその乗り物が使えるんですね。うん、一応そうでふが。お主のマナを告げればいいのかい？マナじゃなくて、ノル民族の名前の方でふ。名前って、ビエンフーでしょ？こいつらには本来、マナとは別にノルミン何々という名前があるはずだ。アタックやチェイン、アクアなど、そいつの特別な能力を示している場合が多い。ビエンフーやグリモワールは、まあ芸名みたいなものじゃな。実のところ本名はわしも知らんのじゃ。本当はなんていう名前なんですか？それは急いでるのよ、はっきり言いなさい。ノルミンブレイブ。あ、浮いた。いやいや、それよりも、あなたブレイブっていう名前だったんですね。似合わんの。ビエーン。だから言いたくなかったんでご。話はついたようにゃ。このボードは乗れば動くの？それがレアボードは地脈の流れに反発して動くんやけど、このボードには肝心の地脈流の情報が入ってないようなのにゃ。だからまず各地にある地表と地脈の接点である地層樹を探し出して、レアボードにその土地の地脈情報を記憶させる必要があるのにゃ。地層樹、ここの場合はあそこにゃ。了解。あれを見つければその地域をレアボードで移動できるようになるのね。なんてさっき。それにものすごい汚れを発しておるわい。つまりクーマじゃないってことか。このまま引くわよ。無理にこんなのとやり合う理由はない。俺にはある。どう？やる気か？はあ？何言ってるの？そうです！戦ったらただじゃ済みませんよ！あ、すみません。もうやるしかないぞ。やはり波のゴーマとは手応えが違うな。倒せるのですか、こんな奴を。何としてもやる。それが俺の。ザビーだ。で、相変わらず殺す気満々だな。全部知ってるんだよな、お前は。そこをどけ。
そのドラゴンを。ドラゴンじゃねえ。引かねえならこっちもマジになるぞ。クソ、逃がしちまった。ひでえな、久しぶりに会えたっての。待て、あのドラゴンはお前の。あいつをドラゴンなんて呼ぶんじゃねえ。なるほどの。あのドラゴンは喧嘩屋と因縁のあるもののようじゃな。因縁って、相手はドラゴンですよ。だからじゃよ。だから、ドラゴンは汚れに侵された精霊の慣れの果てだ。じゃあさっきのドラゴンはザビーダの知り合いだった精霊、以前願掛けをしていた相手。おそらくな。精霊も人間のように汚れを発するっていうのか。いや、精霊が汚れを発することはない。だが汚れを出す人間やゴーマに接し続けていれば、やがて侵されてドラゴンになってしまう。ボーは聖主の溝から地脈に飛ばされた時、調子がおかしくなったんじゃろ。なった。あの空間には汚れが漂っておった。カノ主へ送られる途中のものがの。あのままだったら僕もドラゴンに。器を得ても防げないのですか。影響は軽減できる。精霊の対魔師どもはさらに精霊の意識を奪うことでドラゴン化を防いでいるようだ。だが完全なものなどこの世にはない。ドラゴンになった精霊を元に戻すことは。ゴーマと同じじゃよ。二度とは戻れぬ。精霊だった時の心は。お前にはどう見えた。それは。それでも殺せない。ザビーダの流儀の理由か。あんたやザビーダがドラゴンをどうしようが興味ないし、好きにすればいいわ。けどさっきみたいに巻き込まれるのはごめんよ。覚えといて。わかった。ならいいわ。さあ、クーマ探し続行よ。タイタニアに戻りましょう。今の話が本当なら、いつかはドラゴンになっちゃうのかな。僕やアイゼンも。それはトータス、トータス、常連さんが通ったっす。ちょうどよかったっす。アイゼンさんにお手紙っす。手紙？もしかしてこの前の手紙の返事？なんて書いてあるの？天知る、人知る、我が知る。貴様の鬼畜な所業を悔い改めよ。お前何やったんだ。知らん。差出人も書いてない。誰がこんな手紙。恨まれるのを気にしていたら海賊なんてやってられん。そうだよな。それより例の物はどうなった。パルミエの方は発送済みっすけど、ノル様人形は難航してるっす。すみませんっす。ノル様人形って。大昔に四聖主の聖殿で配られてた人形で、四つ全部集めると幸せになれると言われたそうっす。現存するのは赤、青、緑、黒の四個だけらしいっす。情報もほとんどないし大変なんすよ。聖主の人形ということは、イズルトで売られていた雨の血人形のようなものなのでしょうか。似てるらしいっすが、あんなアンニュイじゃなくて、げんなり、うんざり、なんかそんなのっす。はんなりじゃろ。あ、そう、それっす。はんなりっす。はんなりですか。海賊が神頼みの人形を集めたわの。そんなものが死神の呪いに効くのかい。別に本気で信じているわけじゃないが、万が一にも本当なら
あいつは安心して暮らせる。あいつ？ねえ、アイゼンが手紙を送ったあいつって女の人なんだよね。みんなんだよお前、そういうことにも興味が出てきたのか。違うよ、恋人とかそういうことじゃなくて、すごく大人に見えたっていうか。勘ぐるな、妹だ。アイゼンには妹がいたんだ。たった一人の家族だ。訳あって離れて暮らしている。そりゃ兄貴が死神ではのう。マギル。そうか、それでアイゼンは。アイゼン、ノル様人形を探すの手伝うよ。いいのか。うん、よろしく頼む。ベンウィックたちが犬派か猫派かで大喧嘩してたんだけど、そこまでの問題かな。にゃんとのんきなことを言うておる。この世界にそれ以上に危険な対立はないわん。戦争の陰に犬派と猫派の争いありじゃよ。両者の間には浅いが埋まらぬ溝があるのじゃ。むしろ喧嘩で済んでラッキーじゃぞ。そうなんだ。みんなはどっち派なの？わしは迷うことなく猫派じゃぞ。魔女の使い魔は猫と昔から決まっておるでの。私は人間と共に規律ある生活ができる犬の方が好きですけど、猫も可愛いし好きですよ。ロクロは？しぐれが好きだったから猫は好かん。だが主君に尻尾を振る犬はもっと好かん。同感だな。餌と引き換えに芸を覚え、尾を振りすり寄り、やがては遠吠えさえ忘れていくのが犬だ。そんな言い方ないですよ。人間と一緒に暮らすために犬は歩み寄ってくれているんです。優しさですよ。だからアイゼンは猫派ってこと？リス派だ。妹と暮らしていた頃、近所の森にモフモフしたリスがたくさんいた。犬派か猫派かの話ですよ。どちらかで話をしてくださいよ。強いて言うなら猫だな。気まぐれでいて甘える時の愛らしさは妹を思い出させる。ベルベットは？犬よ。裏切らないし。お主が言うとシャレにならんな。ベルベットとエレノアが犬派、マギルーとアイゼンが猫派、ロクロウはどっちでもない派じゃから、某の一票がこの派閥闘争の雌雄を決するの。清涼の犬を卒業した坊は今度はベルベットの犬になるつもりかい？そういうことじゃないでしょ。好きな動物がどっちかってだけの話なんだから。そんなに本気で怒っては坊はもはや犬と答えるしかないではないか。だから喧嘩はやめろでふよ。面倒でふからここ間を取ってみんな仲良くビエンフー派ということで手を打ちませんでふか？ビエンフー派？時に犬のように誠実で、時に猫のように気まぐれな僕なら、どちらの派閥も大満足でふよ。それだけはないよ。さすがの死神もドラゴン戦は厳しかったようね。少し休んだ方がいいわ。全員な。次の出航準備は進めさせておく。頼むわ。ライフセット、あんたも。僕は平気。それより次こそクーマを見つけなきゃ。地脈点の場所もう一回調べてくるよ。なあ黒金、聞いてくれよ。また愚痴か？またって言うなよ。俺はベルベットや海賊どもに気づきゃ荷物運べだ、あの島行ってこいだってこき使われてるんだぜ。頼られているってことじゃないのか？そうかもしんねえけどよ、連中見てるとよ、あんたのことは顔色伺って遠慮してるみたいだけど。顔はないがな。そいつは失敬。こう見えてもお前が知らないだけで、案外鉄絡みの道具を作ったり修理したりしている。居候を決め込むほど面の皮は厚くない。
顔はないがな。面白いじいさんだな。若いのに使われても腹が立ったりしないのか。俺は刀のことだけを考えて生きてきた。連中のようなガキと話したのは何百年かぶりだ。じじいの俺にとっては新鮮な迷惑さだ。俺も最初はそう思って言うことを聞いてやってたんだけどよ、いい顔してたら山ほど仕事を押し付けられちまって、あんたみたいにこわ表にしときゃよかったよ。顔はないがな。だからそこは真面目に聞いてくれよ。覚悟を決めろ。命を懸けて自分たちの道を進む連中と同じ船に乗ったんだろう。俺もお前も嫌ならさっさと尻尾を巻いて船を降りろ。尻尾はないがな。僕がクーマを探せるかもって言い出したのに全然ダメで。ねえアイゼン、精霊の力を強くする方法ってないの？お前には教えてもいいだろう。今大半の精霊は意識を封じられて大魔師に刺激される道具と化している。だが精霊は本来人の祈りを受けて人や自然に加護をもたらす存在だった。精霊は人間に祈ってもらうとすごい力が出るってこと？そうだ。ま、中には加護が反転して不幸を与えてしまう俺のようなひねくれ者もいるがな。そうなんだ。でも僕に祈ってくれる人なんて。外れだったけど無駄じゃないわよ。対しぐれ用のオリハルコンが手に入ったし、ドラゴンとだって戦えることが分かった。ベルベット、次はどこに行けばいい？ピン、ノースガンド領、ヘラビーサの北の方に大きな地脈点があるよ。分かった。アイゼン、俺はすぐに出発でも構わんぞ。私もよ。港へ行きましょう。祈りとは崇めるという意味じゃない。精霊に向けられた純粋な意志や感情のことだ。うん、僕はもう祈りを持ってるんだね。目的地はヘラビーサの北、フォルデス遺跡のあたりですね。今までの情報と照合するとクーマがいる確率は高いと思います。今度こそヘラビーサ港から向かうのが最善だな。前に大騒ぎを起こしたから町に入るのは難しいかもな。ベビック、ヘラビーサは今どうなっている？前に俺たちのボラードだった商船組合はガタガタだよ。けどなぜか清涼の管理も弱まってるみたいだ。救援物資は運ぶ不定の船があるみたいだから輸送船のふりをすれば入り込めると思う。その物資を横流しすれば新しいボラードも見つかるはずだし。救援物資か、呆れた自作自演ね。だからこそつけ込む隙もある。そうね、その策で行きましょう。了解、速攻で用意するよ。エレノア、精霊の大魔師たちは刺激してる精霊に祈ったりしないよね？制約のこととは違いますよね。制約って自分に特別な規律を課して限界を超えた力を得る術式でしょ？ええ、簡単に言えばそういうことになりますが、人の祈りを受けて精霊は人や自然に加護をもたらす。人間に祈ってもらうと精霊は強くなるってアイゼンが教えてくれたんだ。祈りと加護、そのような話は初めて聞きました。以前の私がそうだったように、精霊の大魔師にとって精霊は術技を使うための道具に過ぎません。やっぱりそうだよね。でも聖主カノヌシは別です。大魔師は皆聖主の大いなる力を信じ崇めています。そればかりかこの国の人々も聖主の救済を願っています。アルトリウス様の導きのもとに。あ、
だからなんだ。ボーはからくりに気づいたようじゃの。え？アルトリウスが聖霊を聖主教会の内部組織にしたのは、人間の意識をカノヌシに向けるためだった。人間たちがアルトリウスを英雄視したとしても、その向こうにカノヌシの存在を感じるように。世界中の人たちがカノヌシを信じて、その心が祈りが集まってるってことは、カノヌシの力は。聖主教を人々が信じなくなっていたこの数百年間とは比べ物にならないほどに高まっていると。そうじゃろうの。制約も祈りも加護も傲慢化も、この世の沙汰は心次第。心とは実に便利で難儀な魔法の力じゃ。私たちは本当に世界全てを相手に戦いを挑もうとしているのですね。エレノア、そんなに困った顔しないで、頑張って強くなるから。僕を信じて。僕だって精霊なんだから。ライフセット、なんだか急に頼もしくなりましたね。そうかな。そうやって照れるところは可愛いですけどね。どうしたの？顔が赤いわよ。え、そんなことないわ。アイゼン、手紙をもらうってどんな感じ？なんとも思わん。むしろいらんな。こんなものもらっても嬉しくもなんともない。え？これは亀人からの請求書だ。どうした？お前も手紙が欲しいのか？うん、僕には手紙を送ってくれる人も手紙を送る相手もいないからね。ライフセット、あなたにお手紙ですよ。え、本当に？誰からだろう。差出人はビエンフ？イエース、僕からでふよ。そろそろ手紙が欲しくなる頃だと思ってしたためておいたでふよ。嬉しいでふか？あ、うん、ありがとう。では僕が読んであげるでふ。拝啓精霊ライフィセット様、貴殿ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。小生もおかげさまで変わらぬ日々を過ごしております。ビエンフーって普段はあんなだけど本当はしっかりしてるんだな。マギルー姉さんの衣装のアイロンがけ、ボタン直し、お帽子と長靴下の手洗いが日課なのはご存知の通り。先日などマギルー姉さんに最近お腹のお肉がいささかふくよかではないかと忠告申し上げましたらば、館中軒下に逆さずりにされ、危うく星ノルミンになるところでございました。あまりの辛さに小生頬を伝う涙を止めることができませんでした。ビエン、やっぱりビエン風はビエン風なんだね。というか自分のことしか書いてない上に自分で手紙を読んでますし。でもありがとうビエンフ、手紙っていいものだね。貴殿の優しさにまた泣けてきたでふよ。ビエン、エレノー、どうしたのモアナ。それが母ちゃんの夢を見たんだってよ。お母さん、モアナのこと怖いって。怖いモアナはいらないって言った。お母さんはそんなこと言いませんよ。なんでエレノアにわかるの？それはわかるから。わかるんです。なんか嘘だ、うん、ああ、泣かないでモアナ。私は
これだから子供は。子供じゃない！ベルベットなんて嫌い！はいはい、そうね。全然そうじゃない！お母さんが！まだお母さんが！泣き疲れて寝てしまったわい。気が済むまで泣かすしかないのよ。理屈じゃないんだから。ずいぶん慣れてるんだな。まあね、うちのラフィーはしっかりした子だったけど、それでも小さい頃は時々こうなったから。さあ今のうちに出発するわよ。殿下、ダイル、モアナを頼みます。頑張ってみる。だが裏のない子供の相手は政治より難しいよ。王子とトカゲじゃ母親の代わりにはなれないしな。